私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。近畿の堂本光一が密着、スノーブマンの宮舘涼太と渡辺翔太が、信長の野望、で共演。資格ベテラン堂本光一と同率5位。長瀬角、宮舘涼太、渡辺翔太への期待。KNG&MS の長瀬角は、現在放送中のドラマ、新信長伊佐沖、で主演を務めている。長瀬は、ミュージカルなどの華やかな舞台に出ている姿を見てみたいと思った、17歳、女性、学生フリーター、単独の舞台はないため見てみたい、25歳、女性、学生フリーター、かっこいいし、演技がうまいから、36歳、女性、と、今後舞台でも主演を務めることを期待する声が上がった。宮舘涼太は、9月6日放送の、ラビット。で、ミュージカル調の寸劇を見せたことが話題になった。宮舘は、声が聞き取りやすくて、綺麗な声で、ダンスも上手いから、32歳、女性、総務人事事務、演技のイメージがないですが、貴族役で出てほしい。34歳、女性パートアルバイトやる気がありそうなので良い公演が見られ、総39歳、女性営業販売。渡辺翔太は、7月期の綾野剛主演ドラマ、オールドルーキーへの出演も話題になった。渡辺は、スノーマンのメインボーカルとして活躍している彼の本気のミュージカルを見たい。ミュージカル俳優として活躍する坂本昌行さんの歌に憧れていると言っていたので、期待が大きい。27歳、女性、事務職、声が良くて、歌も上手いから、18歳、女性、学生フリーター、生歌が魅力。歌えて踊れるから、34歳、女性、事務職、など、圧倒的な歌唱力が理由として挙がった。資格第5位は KNKITDS 堂本光一、セイジゾーン中島健人、KNG&MS 長瀬角、スノーブマン宮舘涼太と渡辺翔太が同率ランクイン。第5位は、KinKiKiDS の堂本光一、セイザイゾーンへの中島健人、KNG&MS の長瀬角、スノーマンの宮舘涼太と渡辺翔太。ショック、シリーズなど、多くのミュージカルに出演している KinKiKiDS の堂本光一には、ミュージカルといえば堂本光一でしょう。33歳、女性、事務職、歌も踊りも演技も上手いので、ミュージカルで、生で、その凄さを体感してみたい。28歳、女性、ミュージカル出演が多いから、24歳、女性、自営業、と、今までの実績を評価する声が上がった。セイジゾーンへの中島健人は、2017年公開の映画、心が叫びたがっているんだ。で、同級生たちとミュージカル舞台を作り上げる青春群像劇で主演を務めた。そんな中島には、歌とダンスが上手なのはもちろん、キャラクター自身に花があるから、38歳、女性、公務員、演技が上手だし、イケメンだから舞台映えしそう、33歳、女性、主婦、など、期待の声が続いた。資格第10位は KNG&MS 高橋山、シクストーンズ・ジェシー。第10位には、KNG&MS の高橋海人、シクストーンズのジェシーの2人が同率でランクイン。10月期に、ボーイフレンド降臨。で主演を務めるキンプリの高橋山には歌も上手だし顔も可愛いから33歳、女性営業販売最近よくテレビで見る。かっこいいから、27歳、女性、自由業、10月期の主演ドラマ、最初は、パー、では、お笑い芸人を目指す青年を演じるシクストーンズへのジェシーには、背が高いし、ステージ映えしそう、28歳、女性、営業販売、人気があるから、気取った役なんかが似合いそう、26歳、女性、主婦、という声があった。本サイトでは10ケラ30代の女性にミュージカルで見たいジャニーズについてリサーチ。丸私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。